どうもー、どうもよろしくお願いします。お願いします。タイムマシーン3号と申します、よろしくお願いします。いや最近日本はね、このパンに押されて、お米離れっていうのが結構深刻な問題になってるんだって。あ、そうなんだ。そうなんだよね。でも選挙とかしたら結構あれだな、分かれそうじゃない。まあどっち派って言われると難しいね。そう、でも俺はちなみにね、こうパンに一票入れたいかなって感じだけど、ね、あ、そう、そうなんだよね。俺やっぱりね、お米派ですから。お米か、お米に一票入れたいかな、米俵入れちゃってんじゃん。一票ってその一票じゃねえからね。お前はパン派に一斤入れるってこと？一斤なんか入れない、単位おかしくなってるから。あ、そう、パンは一斤っていう単位じゃないのよ、別に入れるのは。でもやっぱりね、日本人としてやっぱお米食べてほしいってなるよね。まあお米好きだもんね。いや、そうでしょ、だって日本ですよ。まあ日本だな、ね、米の国って書いて、アメリカじゃねえかよ。ね、そう、米の国はアメリカだけど、まあ確かに、ね、どっちかってアメリカは肉の国ってイメージだけどね。あ、まあ確かにね、肉の国、肉の国。ちょっと待って、何、肉の国ってさ、逆から読んでも肉の国じゃない。何を見つけたんだよな。いやテンション上がりすぎて、いや肉の国や怪文になってる、肉の国や怪文になってるけど、すげえいいじゃん。まあ、今年一テンション上がってんじゃねえかよ。わ、俺これ絶対アドレスにしよう、アドレスにしたら怪文にならねえんだよ。えローマ字だから、あれ逆から読んだら違う言葉になっちゃうから。あ、そうかそうかそうか、反対から読めないから、あれはね。でも俺本当にね、やっぱりね、お米が好きなんですよ。いや、まあお米好きそうな体してるもんね。だってもう1日3食絶対米だからね。いや、それだったら俺だって別に普通だよ、1日3食米だよ俺だって。あ、多分それじゃないと思うんだよ。え、どういうこと？俺はね、赤飯、白米、サフランの3色、ね、あ、色の3色？ 3 色、そう、色、あ、3色、そうそうそう、バラバラ食べてんの1日で。そういうこと、そういうこと。あ、初めて聞いた、そんなやつ。3色食べて、朝から赤飯って何、めでたいのそんなに。やっぱ太ってるからさ、こう夜寝る時にね、こう無呼吸症候群になるわけ、無呼吸症候群ってことはさ、夜中行ったら死んでるみたいなもんなんだよ。で、朝無事に起きれたなってさ、それはやっぱり復活祭って意味で赤飯食べるってこと、何がめでたいんだよ。でかいね、今日も毎回朝起きれたってこと、復活したねっていうね。死んでから生き返るっていうか復活祭なの。そうそう、もうそのぐらいお米が好きなんですよ。お米好きなのね。俺はもうね、最悪お米にだったら、炊かれてもいい炊かれてもいいみたいに言うなよ。なんでいい女ぶるんだこいつ。ちょっと恥ずかしいけど。いや、デブすぎるだろこいつよ。もう最終的には俺さ、おにぎりの具になりたいんだよね。何言ってんのさっきからずっと。あ、でもあれか、おにぎりの具になっちゃうとさ、こう息ができなくなっちゃうよね。いやいや、だから具って言っても、まあ中に入ってる具じゃなくて、こう天むすみたいな具なんだけど、そういうのちょっとキュッて出てる感じ。出てる、それだったら息ができると思うんだよ。でも天むすってさ、頭の方が中にあるわけじゃん。ってことは結局さ、足が出てるだけ。楽しそうだな、できなくなるんだよ。楽しそう。どうなのって話。楽しそうな。じゃあ天むすは結局あれですか？おにぎりのあの犬神家みたいなもの。まあ、犬神家みたいな、足ピョンって出てるか、犬神家みたいな。でも幸せだよね、お米の中で死ねるんだったらね。よし、じゃあさ、もし俺が死んだらさ、そのままさ、おひつに入れてもらって、最後、一人ずつこうカレーをかけてほしいんだね。棺ね、おひつに入れたらダメだから、なんで死んでおひつに入るの。おひつに入りたいなってのは。棺には入らないの、普通。で、そのまま仮装されてさ。カレーかけたまま仮装すんの。こう出てきた時にやっぱドライカレーになってたってね。いや、斬新すぎるだろ。気持ち悪いんだ発想がよ。あと俺のお墓はさ、もう絶対米子に建ててよ。いや、米の子って書くやつ最高だよ。好きだね、米の子ってね。だって考えて、鳥取の米子だよ。鶏に米、もうこれ卵で閉じたらもう親子丼になるからね。なるわけねえだろうよ。米と鶏と、いや、米うるせえね、さっきから。何なんだこれよ。いや、これが本当の米騒動だからね。うるせえんだよ、ね、何なんださっきから本当にマジで。いや、そのぐらいにやっぱお米が好きなわけ。いや、わかるよ。だからこうパンに押されてるっていうのはちょっとこう俺の中では寂しいわけよ。だからしょうがない、どんどん食が欧米化してるわけだから。俺思ったんだけどさ、お米がもっと人気が出るように、お米のヒーローとか考えたら子供たちがもっと好きになるんじゃないかなと思ってね。何、お米のヒーローってどんな感じ。やっぱかっこいい感じよ。かっこいい感じ。トゥー、来た来た来た。いや、みんな赤子が泣いても蓋取るなよ。いや、誰なんだこいつ。いや、あるけど、はじめちょろちょろみたいなね。炊きたて戦隊炊飯ジャー。いや、炊飯器だろそれ。炊飯ジャーもう疲れて、なんで疲れてんのこいつ、なあ、おかしいけど、太ってんのにもともと太ってる人のモノマネする必要ないからね。誰なんだお前は。いや、僕は主人公の南郷たける。そう、南郷たけるって聞いてね。イニシャルは JA。 いや違う、その農協だから JA は。シャキーン、シャキーンじゃないとピースしてんじゃねえ、うるせえな。これはピースじゃなく、二毛作を表してるんだ。なんなのこいつ、さっきから腹立つな。米なのね、どこまでもね。さあ今日も町の平和を守るために、Google Earthで出発。歩いてけよ、自分の足で情報を稼げ、ちゃんと。サボるなこいつ。重い、パソコンが重い。知らねえ。よし、行くんだよ、自分なんか乗り物とか乗ってかっこいいやつに。こうなったら、出動だ。あ、出動、何乗る。ホスピタルストレッチャー。病院のストレッチャーだろそれ。なあ、運ばれてくやつじゃないか、患者が。すいません。なあ、痛風出ちゃってんじゃねえかな。やっちゃって。いや、いいんだよ、腰とか痛めなくて。でねでね、終わったの、これで終わり。次回、炊きたて戦隊炊飯ジャー。もう終わったのこの回。え
主人公大ピンチ、うん、デッドオアライス。いや死ぬか米かって何、アライブの部分な生きないってこと。次週も絶対見てくれよな。見るわけねえだろ。トゲ米の形がなくなるまで。いや研ぎすぎだろ、やりすぎなんだよもうよ。放送は毎年土曜、うん、牛の日放送。土曜日じゃなくて土曜ってこと。年に数回しか来ないけどなあ、早く次見せろ次。うん、ようみんな半年ぶり。めっちゃ太ったじゃん。半年動いてなかったからめっちゃ太ったじゃんこいつ。はあ。なあ何やってんの。炊飯じゃ、炊飯じゃ。みんな。うん。僕は今大学病院の個室にいるんだ。入院させられてんじゃないか。何なのこいつ。ででうん。次回。もう終わったの。ねえ今の回何だったの。半年ぶりに待ったのに。カピカピ戦隊炊飯じゃ。固まってる。ねえ炊きたて戦隊だったのさっきまで。カピカピになっちゃった。米が布団でカレーが毛布、カツが枕でカツカレー。何の話。ずっと何言ってるさっきから本当に。絶対見てくれよな。見るわけねえっつってんだろお前。タケ、妊婦がつわりでえずくまで。どんな決め台詞だおい。さっきからずっと何やってんのさっきから。あと一個？米トラマンってのか。いやもういい加減にしろ。どうもありがとうございました。はい、というわけで、はい、炊きたて戦隊炊飯ジャーの。はい、ネタでした。そうですね、はい、やっぱいいね好き、ヨナゴ。ヨナゴがいいね。米の子供。うん、やっぱ米って生えてるとね、うん、いいなって思うよね。他に何美味しそうな地名とかあるの。好きな地名。飯田橋どういうこと。飯、うん、田んぼお箸。いや、あの箸じゃない、ブリッジの方だから、ね、あと暴露横山ね。どういうこと。馬を食うって書いてね。馬を食うで、うん、横山ですから。横山ですから。横山が馬を食う。関係ねえじゃんもう。これ太ってるんだよ。誰だ横山って。そもそもよ。ありますね。他は？そうそうそう。那須高原とかどうなの？野菜だね。絶対ダメ。ダメなの？絶対ダメ。なんで？別にいいじゃん。行かない。東北行くとき俺カイロで行く。那須高原はもう通らない。海通っていくってこと？野菜のとこ通らない。伊豆は豆。ヘルシーとか行かない。いや。あれカイロで行く。畑の肉って言われてんのよ。いやそんな知らない。俺は言ってない。ユニクロへ行く。どういうこと。肉入ってっから。ユニクロ、うん、カタカナじゃあれ。ユニクロじゃない。油に肉にユニクロ。つゆと書いて肉のつゆと書いて俺ユニクロって呼んでるから。ヤンキーじゃんもう。ユ肉トンネルのユニクロ。トンネルの暴走族じゃんもう。水戸は行く。なんでミートだから。もう関係なくなってんじゃん。水戸はミートだから行く。全部行く、うん、あ、そうですか。岐阜はビーフっぽいから行く。ビーフ、岐阜のことビーフって呼んでる。ビーフって言ってだから行く。あ、そう。貯金もする。チキンみたいだから。いや場所関係ない。場所関係ないじゃんもう。はぁ、あ、はぁ、あ、帰ろう。はい、さようなら。